一郎二郎三郎の話知ってるか？知らん。教えたろか。うん。あるところにな、一郎二郎三郎の三兄弟が住んでて、三人が山に遊びに行って、遊びに夢中になって日が暮れてしもうて、そこに山賊が現れて、ほらお前ら、わしらの縄張りでは何やっとるんだ言うて山小屋連れて行かれて、お前ったらお前らな、三人とも殺してしまうとかやけども、今わしらは腹が減っている、山に行って食い物取ってきたら命だけが助けたる、わかりましたで三人山に食い物取りに行って、まあ最初一郎が持ってきました。何持ってきたんや。さくらんぼを持ってきました。よし、それをケツの穴に詰めろ。何ですか。ケツの穴に詰めろ。なんで。詰めろ、殺す、わかりました。で一郎一生懸命さくらんぼぐー詰めたら、なんとかつるんと入って、今度そこに二郎が持ってきました。何持ってきたん。リンゴを持ってきました。よし、それをケツの穴に詰めろ。なんで。詰めない、殺す、わかりました。で二郎一生懸命リンゴぐーっとなんとか半分ぐらいまで入った時に、窓の外をふと見てブーッと吹き出したと同時に、リンゴもスポーンと掘り出してみて、怒った山賊バサー天国行って、二郎神さんが、なあ二郎お前な、リンゴ半分まで入ったのに何掘り出しとんねん。はい、窓の外見たら三郎がスイカを持って走ってきてたもんで。